エレナ、ローキャラは、エレナは、ヒットバッティングからのコンボはないあんまりないので、はい、まあ、ブロった方がコンボ決めやすいんで、なんか 手出すと不利みたいな、結構微妙な組み合わせです。なるほど。これ色がですね、分かりやすいですね。黄色いビキニの方がチョッキンさんで、紺の方がダルバインさんですね。はい、ちょっとこのステージ、マジ見づらいですね。これ、このステージ以外になんないですかね、この組み合わせ。やばいことに。そうですよね。これちょっと配信の見てる方もちょっと、しょうがないですよね。心で見てほしいですね。はい。目が痛いらしいですね。さあ、1本目は 2P 側とアルバインが取ってますね。まあ、エレナ今回10先初登場で、女の子も10先初登場らしい。なんで初登場尽くし。確かに、あれ、マザーさんとバインって10勝ちやってないですか？やってないですね。エキシビジョンってあれは。はい。さあ、話しても来ますね。1ラウンド目ちょっとあれあれ違います、違います、これで1-1ですね。はい、こんばんは、 TK ですか。さあ、 TK もそんなとこにいないで来なさいって感じですね。今から来るらしいですよ、走って。なるほど、はい。さあ、チョッキーさん勝ちましたね。これ、いや、パッと見、僕喋りながら見てたんですけど、はい、チョッキーさんのがうまいです。あ、チョッキーさんのがうまい、はい、なるほど。まあ、普通っぽいですね、この結果は。なるほど。ちょっとバインさんも、ちょっとこれからじゃないですか。一応永遠の中級者なんで。バインさん結構一人をやってるの見てるんですけど、マジガチャガチャって練習する気ないっぽい動きですね。チョッキーさんとか練習してるんじゃないかなって。やめて、すいません。あ、これ一生このステージなんですか。そうなんですよ、一生このステージなんですよ。なるほど。めったに見れないこのステージをお楽しみいただけるゲームの気持ちですかね。はい、本当にこれ同化してますもんね。これマジ見えないですよね。はい、バインさんが一本取ってしまいました。ハウリング、すいませんでした。これは本当に分かんないですね。今あれ逆になってます。位置が逆になってるけど、あの上の顔も両方ちょっと髪の色はちょっと違うけど、上の色は間違い探しなくて、ワンスピーがチョッキンさんで、そうそう、今ちょっとブロッキーからはラインの方バケちゃいましたね。そうです、惜しかったです。さあ、これで1-1。ブロッキング取った回数数えるとチョッキンさんの方が、なるほどね、はい、ランクが高い。さあ、これバイン連携早くもバレたんですかね。そんなことない。いちいちよろしくね。ワンピーがチョッキンですよね。はい、本当に見づらいですね。何が起こってるのか。はい、引き大キックがすごい強いことだけは僕も対戦してて知ってるんですけど。あ、惜しい。今なんか中段 FA でした。今惜しい。さあ、 EX スピンサイズお互い漏らして、
互いエレナの飛びが2人ともきつそうですね。そうですね、お互いさあ投げ2連発エレナなかなか地味ですよね、キャラ的に地味ですね、使ってる人もすごい少ないですからね。チョッキーさん、これを選ぶのは渋いですよね。渋いです。女の子は大抵エレナとかじゃなくてチュンリーとか行くんですけどね。そうですね、エレナのセレクトは渋いと思います。今日のプログラムを早くも教えてくださいと言われてしまいましたけど、じゃあ今日のプログラムを発表したいと思います。今日はですね、第1戦が、タルバイン VS チョッキンさん、これ第1戦ですね。第2戦がですね、トクさんと、名前出てこない、フグです、フグ、フグです、覇者です、ごめんなさい。第3戦がですね、今日は初登場のトクラと、大鳥誠ですね。はい、さあこの3組で、今日は行きたいと思います。さあこの同キャラ対決は今2-1ですね。バインさん、いつもの動きなんですけど、やっぱ20年やってるだけあって、そうですね、ここでここを押すと強いみたいなのが、あと匂いとかも分かってますからね。そうですよね。お、今2段からのブレイブ初めて見ました、タルバインコンボ。確かに。さあ今日は、そうですね、誠が2人出てくれますね。今日はエレナも今やっちゃってますけど、2人ですけど、エレナも2人いますからね。はい、さあ偏っていますが、今日の10先勝ちタルバインが 3ゲーム目。さあ、第次がちょっと今カウントがいないんで、バインが今3ですね。バイン3対チョッキン3対1、はい、ちょっとこれはもう俺とラオウで完全にチョッキンさんを応援した方がいいですよね。これはもうバインさんが勝ってほしい要素はない。ただビギナーズ大会なんかもね、精力的にバインさんやってくれてまして、チョッキーさんも前回のビギナーズ大会にも参加してくれてましたね。じゃあビギナーズ大会で拳を交えた仲ということで、いや、というわけでバインさんもなんかビギナーズに立ちはばかる壁みたいな感じでキャラを確立してますよね。そうですね、でもたまに出ようとしてますからね。そうなんです、あれギリギリのライン超えようとしてますよね。EX マネットとカラナゲーと引き大キックが本当に強い。同キャラでもやっぱりこれ機能するんですね。見たいですね。スライディング強そうですね。あ、確かに。エレナ本当に数少ないですからね。やってた人もいたんですけど、はい、九州のオロナなんかすごい強かったですけどね。あの人超強いですよね。まだやってるんじゃないですか。あ、OE でやってるみたいですよ。あ、OE でやってる、はい、もともとあの人沖縄にいたんですよ。あ、そうなんですか。はい、なるほど。沖縄行ったり九州行ったり沖縄行ったりみたいな感じらしいです。仕事の関係だと思うんですけど、ちょっといいエピソードがありまして、はい、オロナさんの奥さんが、はい、クーペの配信をずっと見てたらしいんですよ、はい、で、まあ、決勝もずっと応援していて、はい、
配信で九州が優勝した時に、奥さんが泣いてたそうなんですよね。それオロナス君から聞いて、いい話だなと思って。これはいい大会でしたね。はい。それとチョッキーさんが、チョッキーさん2勝です。お、早くも2位つけましたね。追いつきそうです。さあ、ゲームの方は、6本目ですね。チョッキーさんが2で、バインガさん、はい、ちょっとカウントの方が今遅れてますけど、ご了承ください。他の作業もしてるので。ちょっとコーヒー買ってきていいですか。はい。投げが決まって、バインガ1ラウンド。エレナ同キャラはブロッキングが上手い方がだいぶ有利です。ヒット確認からのコンボが入りにくいので、ブロッキングからの反撃が上手な方が有利なんですけど、ちょっとお互いエレナの攻めがお互いしのぎにくい。バインが勝利で、チョッキーにバイン4で、はい、ラオさん、同キャラ、エレナの同キャラの見どころっていうのはどこなんですかね。はい、ブロッキングの技術をうまく出せるか。なるほど。ちょっとお互い、エレナの技、ブロッキングするの結構慣れないと難しいんで、飛びが2段だったりとかで、はいはい、結構、攻めたもん勝ちになる時もありますね。そうですね。ブレイブ一旦ヒーリングとかの選択肢はないのかな。確定する場所はありそうですけどね。ヒーリングだとブレイブで反撃されちゃうんじゃないですかね。あ、なるほど。バインが5本目に向けてリーチ。ファイル3、エンゲージ。 CX マレット、さあブレイブ、これはちょっともったいなかったですね。さあ、くぐっていく引き台系。さあ、チョッキンさんがチャンスですね。おっ、最後はジャンプ中キックでしたかね。これでバインさんが 6? バインさんが5ですね。バインさん5でチョッキンさんが2なので交代。はい、じゃあ席替えです。席替えお願いします。あれですね、エレナ同キャラは飛びが結構接近手段として優秀な方なのかな。なので上見てると前中継と下で揺さぶられるので、上ばっか見てるわけにもいかなくて下見てると飛ばれるみたいな感じっぽいですね。エレナ視点で見てると、前中継に対して前風呂狙いつつガードというのが良さそうですね。飛び込みは2個風呂ってしゃがみ壊しブレイブでしょうね。対空が結構難しいのでスピニングビートだとブロック直で出しちゃっていいかもしれないですね。あとバインさんも年なんで、そろそろ長期戦に持ち込めば結構チャンスあると思いますよね。チョッキンさんも見えなくなってくるはずなんで、中断とかもう来てる。なるほど。はい、それでは後半戦スタートボタンの方お願いします。Welcome to the World of Peace.
でも今回のチョッキンさんのように、あの10月、いろんな方に出てもらいたいんですよね。そうですね、はい、やっぱりビギナーの方も遠慮なしなく嬉しいですよね、出てもらえると。そうですね、やっぱり、まあ、メスターとかラオウみたいに常連さんが出てくれるんで、まあ、毎回助かってますけど、やっぱり新規の方とか中級者の方も出てもらいたいですね。ウト来たことない人こそ出てほしいですよ、ね、はい。まあ、でも今日初登場結構いるんで、そうだ、全員か、全員僕だけ出てるじゃないですか。あ、そうだね。さあカウントの方、今直しますね、すいません。さあでも本当にこのステージは見づらいですね。お、ヒーリング使ってきましたよ。いい感じで機能してますね。はい、真似してますよ。これは長くこの戦いを楽しみたい。なるほどね。さあ、イエクスマレット投げから、さあヒーリング投げ確定しちゃいましたね。さあヒーリング、あれスピンサイズは今中盤と中継からやって繋がんないんですけど、あれはどういうことなんですかね。あれなんで繋がんないんですかね。キャンセル遅いんじゃないですか。キャラっぽく見えるんですけどね。キャンセル遅いっぽいですよ。なるほど。さあこれで1-1。さあお互いゲージはマックス、大剣。さあレバイル攻撃は本当に強力、エレナ。すまったらしい。間違えたっぽくないですか。あ、今対空っぽい感じで間違えた。しゃがみ中盤ヒーリングって言ってましたよ。はい、ゆれる出したかったんじゃなくて、あれ間違えですか。さあバインさん6です。いや、バインさん間違いでしょ。あれ間違いっぽいですね。なんかすごいこっちも向いてないですけど緊張して。さあ今日は初登場じゃないのがフグだけですね。あとは全員10月初参加ということで、でもエレナもこれよく見ると可愛いですね。結構顔がエレナ顔綾波レイみたいですよね。確かになんか髪水色の色があるんですよ。何ボタン変わってましたよ。あ、そうなんですか。これあんまりエレナってちゃんと見たことなかったんですけど、だいぶ可愛いですね。これ実はアップにすると可愛い。そうですね、全然関係ない話になっちゃいましたけどね。これ足払いとレバー入れ攻撃とジャンプ攻撃の仕組みが難しいですね。そうですね。あと投げ前もちょっと広い。エレナはこれ移動投げですか。移動投げあります。前中継の移動投げ失敗しても中段になるんで。なるほど。押しときゃ崩せるみたいな強技です。さあ EX 昇竜スピンサイズ EX マレット。あ、やっぱ EX だとつながるんだね。エレナのダッシュはかなり性能いいですね。はい、お互い
あの後ろ台傾向すりが安定行動なんですけど、そうですね、投げも入んないですもん ね、 ね、試合が動かないので、チュンリーのあのニュートラル大キックみたいなもんですよね。そうですね、あれの強い版ですね。あれ超強いのに、あれの強い版だ、あれの強い版ですか。さあ、バイン7、直近2という現在10試合目突入です。さあ、投げから暴れていく。前強敬が強いですね。後ろ強敬も強いんですよ。前も強い、前強敬も強い。エレナ足払いが超強いんですけど、はい、エレナの立ち技が足払いに超強くて、なるほど。エレナの持ち味をエレナが殺せるんですこれちょっとやっぱ同キャラもったいなかったかもしれないですね。結構何も起こらないって、お互い強すぎてところにしっかりブレイブ上手ですね。パンティはリバーサルしっかり入ってます。さあ、ダッシュも早い。僕もあのストリートファイター3ファーストからやってますけど、はい、エレナだけは一回もやったことないんですよねファースト、セカンド、サード一回もやったことないか、エレナだけずっとやってるかみたいな。そうですね飛び道具がないんで、ちょっと突っ込むの難しそうだなと思って、はい、確かに最初このキャラ出てきた時、なんだって感じでしたもんね。そうですね、バインさんもやっぱ14年間やり込んでるだけあって、はい、技は知ってますね。さあ、リーチ8です、8ですか、はい、8です。チョッキーさん頑張ってほしい。なんか取っても全然伝わんないな、これ。なんか難しいですね、この辺は。あとグラップするとエレナだけなんか逆いっちゃいますよね。そうなんですよ、あれも七不思議な一つですよ、ね、あれは七不思議ですね。さあ、お互い後ろ大キックが猛威を振るってます。14年前のこれ、何をモチーフに作られたキャラなんだろうな。ナディアかな。ああ、なるほど。綾波ナディア、そうなの。じゃあやっぱ綾波で意識してるんだね。っぽいですね、首から上は。そうですよね、そう、首から下はこうナディアを乗っ取った。そうですよね。すげえしゃがってると当たんないですからね。なんか発見がいっぱいありますね。これ同キャラすごい深いですね、これ。深すぎでしょ、これ見直したらすごいいろいろ発見多分あります、これ。そうですね。さあ、チョッキーさんが頑張って、さあ、ブレイブまだ残る。うわー、引き大キック3ゲーム取りました。チョッキーさん、今一番有名なエレナ使いに対して3本というのはかなりの、そうですね、一番有名なエレナ使いですかね、はい、バインさんは。あ、バスタード暗黒の破壊神っていう漫画もありましたね。アーシュスメイじゃないですか。はい、褐色だった。アーシュスメイですね、違いましたね。ちょっと名前が出てこないですね。
よろしくね。まあ、僕はちょっとやっぱりミカエル、ミカエル、カシスユミヤン、さすがですね。カシスさん、この間マニアックス見に見るためだけに、はい、来ましたよ、ニュートンに。カシスさん、気合は相当入ってますか。はい、僕その日飲み行って、はい、朝5時まで一緒にいましたカシスさんは気合入ってますよ。はい、さすが健三が KO ファミリーに入れただけあって気合は入ってましたよ。 KO ファミリーに入ってる唯一の女性プレイヤーですよね。はい、さ投げから引き、やっぱ最後も引き大キック、あれずっとタルマイさんすかしすかしバイン投げで前飯食ってたんで、はい、もうチョキーさんダメんだっていう。そうですね、引き大キックでした。いい加減にすかし投げやめろよと、はい、うわ、うまかったっすね。ちょっとヤバいんでしたか。さあでもチョッキンさんも初登場でもう3ゲーム取ってますからね。これは何ですか、中キックですかね、めくり気味の、めくり気味の中キックですね。さあちなみにタルバイさんはガロン使いですから、そこから名前来てるって言ってました。もうまさか略されてバインなんて名前されてるとは各校の人きっと思ってないですよね。思ってないです。おお。さあこれ大事にしたいですよ。おお。いいスマレット。ああ、そこでそんな大人げないことをする。さあこれでバインさんリーチ9対3。さあ現在のセットカウント9対3で、バインリード。しかし女性プレイヤーの台頭が目立っていいですね。そうですね、まあ、ただこれ次のクーペはレディース5が見られるかもしれない。初のクーペ初の、15年から14年から分かんないですけど15年目ですね。15年目で初の。でも僕いろんなゲームの大会やってますけど、レディースチームやっぱり2チームぐらいいますからね。サードは渋いですね。サードはいないですね。今まで一度もなかったっていう、はい、さあこれなんかマジ同キャラ技が捕まんねえな全然。これ多分解説にオロナ君とか座ってたらすごいちゃんとした話してくれそうなんですけど、はい、俺たちだと全く分かんないですね。そうですね、僕オロナさんの次にエレナを理解してると思ってたんですけど、はい、難しいですねやっぱり。難しすぎますか、はい、さあタルバインが10、チョッキーさん3です。お疲れ様でした。それちょっと一言いただきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあバイン